はい、後半はリンゴルフアレンジマッチプレー対決です。イエーイ。まあ、ちょっと簡単に説明させていただきますと、あのこれから2人には特別ルールで9ホールのマッチプレー対決をしてもらいます。で、勝つと5万円もらえます。おーい。負けたら0円です。しょぼって言わないで。ピエだよ。ピエピエピエ、はい、対決なんで、ちょっとさっきよりは締まったプレーが見れると思うんで、視聴者の皆さんもちょっと応援してみてください。で、ルールなんですけど、まあ、9ホールで、勝ちホールのスコアが、まあ、ポイントになります。あの例えばパーとボギーだったら、まあ、パー上がりなんでポイントがつくみたいな。ああ、そういう感じか。そうそう、はい、でパーで勝つと1ポイント、はい、バーディーで勝つと2ポイント、はい、でイーグルだと5ポイント。おお。一応聞いとこう。そうです。アルバトロスとホールウェアもありまして、10ポイントです。おお、一応聞いとこう。可能性はあるからね。はい、で最終ホールだけそのポイントはダブルアップ。おい、最後までちょっと分かんない。OK パッドはありです。あの許可もらう感じ。あ、はい、ただしお酒にはなしです。あのこれマッチプレーなんで。あ、はい、了解です。はい。大丈夫。じゃあそんな感じで森選手と畠山選手の選手だって、対決です。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。一応年上なんでね。先輩ですからね。あの負けないように、あの自分らしいプレーをしていけたらなと思います。頑張ります。はい、ありがとうございます。メイピーかなり安定してたんですけど、今日の私はテボドン投げなさい。テボドンどう駆使するかが勝利の鍵なのか。テボドン駆使するの。テボドンと友達にならないといけないから。それにしても、はい、ゆいぴーこと畠山選手こと、そうそうそう、名付け親だから。そうですね。あたち、ではお願いします。お願いします。頑張ろう。楽しく頑張ろう。楽しく。わお。ちょっと待って、大丈夫かな。いいじゃん、カート道近いよ。あれか、ちゃんとやらなきゃいけないのかな。まあ、いっか。桜クリーク。ご飯もお願いします。お願いします。うん、コース内にあれば OK だよ。とりあえずね。とりあえずちょっとこれさすがに狙う状況じゃないので、20-30 ヤード残すイメージで、バンカー手前の、フェアウェイの空間に出してアプローチで頑張ろうと思います。わー、やってるよ。結果ほら、うん、とりあえず出たから最悪は免れた感じですよね。左のバンカー逃げてここに、で150ヤードなんですけど、目の前の木気になるじゃないですか。あ、これですか。はい、で左足上がりなんで、その先上がりでもあるんですけど、ちょっとボールが上がりやすいんで、フェアウッドで低いボールでピン方向に花道転がってくれたら乗るかなっていう感じ。まああるでしょ。115ヤードで、ちょっと打ち上げのアゲンスト、130ぐらい打つ感じですかね。はい、8番でちょっとしっかりめに。いいんじゃないですか。
ナイスです。オッケーオッケー、どうも。パーとボギー、はい、で、ユーピーが1ポイントゲットって感じ。ゲット流れ的にはこんな感じです。何がもうやばいっすね。何がやばいの。内容が内容ちょっと内容出だしから出だしやばすぎる。でもナイスパーですよね。ナイスパーですよ。ナイスパー波乱なパーだわ。ほんと波乱すぎるよ。テポドン、テポドン、テポドン、マジテポドンどころじゃないの。本当に何になったんですか。不発なミサイルみたいなのあってます。不発なミサイル。そうパー3ですね。こちらさ、さっきのさ、ちょっと振り返るのもあれなんですけど、あの右行っちゃってさ、木がさ、やっぱちょっと枝がさ気になってさ、やっぱ低いとやっぱりちょっとやっぱ厄介な感じですね。厄介で、あのままちょっと長いから持っちゃったのもあるんで、振り切っちゃうとなんか左に巻いていっちゃいそうな感じがします。正直緩んだらあいけるっていう。なるほどね。手元が浮いてちょろる。やっぱ難しいってことですね。メンタルが弱いってことで。じゃあ笑ってください。笑っております。全然引きずんないんで。これ風があんまさ、向こう吹いてないよね。吹いてなさそう、今思った。いい枝。よかった。テポドン調子が良かったわ。ちょっと今日は仲良くできたわ。テポドンと不発の違いがよくわかんないんですけど。不発するとちょろるんですけど。あ、もうテポドンよりひどいわけね。ピン奥なんで、ちょっとサンドじゃなくて52でちょっと転がしで。ナイス。バス。切れたかな。おー、ナイスパーティーです。いや、ナイスパーティー。ありがとうございます。恐縮でございます。先輩、恐縮です。どう狭いやん、これ。うん、なんか間のような気もするんですけど ね、 なんかは跳ねたところまでは見えたんだけど、超えてった感じしたんだけど、あの、ま、いそうだよね。真ん中抜けたところ。嘘。ちょっと最初ドライバーポンコツだったから。なんかお互い大体逆な方行くよね、さっきから、ね、ちょっとどうしちゃったのよ。テポドで落ちてしまったのかもしれない。逆の落ちるのが分かってるね。ライト的にはいいんだけど、と113ヤードです。
左足上がりなんで飛ばない分、8番ちょっと大きめ持って、あとバンカーなんでね、フルショットしないのと、はい、行きます。ナイスアウト。いい感じ。あ、惜しい。いや、ナイスでしょ。まあまあ15。バンカーすげえ多いですね。途中からしかもフェアエーがなくなる。ないの。すごいですね。ないのとか言って。本当ね、びっくりですよ、これ。ビッグラポン。トーナメント出て来てるんですけどね。ビッグラポン、多分去年ビッグラポンしてると思うんですけど。去年よりティーショットの、だからティーグラウンドの位置ちょっと前ですか？だからトーナメントとはまたちょっと、トーナメントはトーナメントで、ちょっと距離を、はい、やってるからちょっと違います。今日は一般の中で利用させてもらってるんで。はいはい、ちょっと52度で転がす感じで入ってくれたらいいな。先ダメなんですよね。来い。オッケーです。オッケー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 。はい。はい。オッケー。私オッケーです。オッケー。もう全然オッケー。もう入れちゃおう。あ、いいよ。じゃあ私入れちゃうね。なんか全然オッケー慣れてないみたいな。はい、じゃあ、3ホール終わりまして、はい、ポイントが、まあ、ゆいぴーが1ポイント、はい、森ちゃんが3ポイントです、はい、どうですか、そこまでここまで振り返って。いや大変、もう手ぼのは出る、手ぼの不発も出るわね。でも楽しい、ね、なんか前半ね、なんかそのね大変だったよね。そういうポイントあるか。まあまあちょっと、まあ内容はちょっとまあテポドンが出てるあれなんですけど、でもポイントが動いてるから面白い、面白い、こっちでは面白い、うん、こっちは面白いです。だポイントが動くことがやっぱりしっかりこうパーとか、さっきのけどこうバーリーとか取れてるってことなんで、はい、確かに確かに確かに、いい動き方、そう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 、おも面白いです、面白いです、すごい励ましてくれる。って感じで、またじゃあ次の、はい、頑張ろう、はい、そうですね、お願いします。暑さにやられてる。